今回は中村すムレ二段のネット後の対局を解説したいと思います。黒番が中村二段で白番が中国のプロの方ですね。でこちらに二件に低いハサミですね。このハサミ最近好きみたいでよく売ってますね。 で、こちらに打ちましたね。いろいろ受け方あるんですけど。まあ動画で取り上げたんですけど、この形。まあこちらにケイマするのがおすすめですよという解説を動画で出したりもしたんですけど、まあいろいろありますね。で、実践はですね、こちらに受けましたね。これはね、あの全く、僕の感覚では全く気づかない。 一手でしたね、まあ、どうして気づかないというと白の形これめちゃめちゃ悪いんですよ。なので白の形がすごい悪いのでよくないっていう先入観があるんですけどやっぱり中国のプロの方はあの読みがめちゃめちゃ強いのでもう形とか関係ないということですね。この形結構コスミつけられると白がすごい形悪くて困ってるように見えるんですけど。 例えば、膨らむと伸びて、結構形悪いんですよね。なので、コスミ付けがね、形の急所で、結構困ってるように見えたんですけど、もう、実戦は形とか全然関係ないということですね。で、実戦こちらに付けていきましたね。で、ここで三々に入ったのめちゃめちゃうまい手でしたね。で、白は、 気合いでこちらに打ちましたねこれすごい意味のある手でこの手を誘ってるんですねこの手を誘ってからこちらに打とうとしてるんですねでこれ逃げた時にこういう風に打ってこういう形になった時にこの3-3とこちらに白が右から押さえた手が利かしになってるんですね これ手順を変えて考えると分かりやすいんですけど先にこう打つと逃げてくるんですねでこういう形になった時に後から3-3に入った時に絶対ここには白打ってくれないんですねまあ、こう打ってくる可能性が高いですしこっち側受ける時もここで2線の飛びで受けるのがいい形なんですねこの形が一番効率のいい受け方なので この3-3とここの硬化に変わるだけでめちゃめちゃ黒が気かしてるんですねだ繊細な細かいところにも気を配ってるということですねで戦いですねこれはでここに跳ねた手が気づかない手でしたねこれ こちらに二間飛びすればあの普通かなと思ったんですけどこれはもう本当に力強い一手というか黒のダメを詰めている力強い一手ですねいやーこれはね読みが相手の方の読みがめちゃめちゃ強いですねでこの瞬間切った手もこれも気づかない一手でしたねこれは盲点でした これなんかこちらに取られてまずそうに見えるんですけどこの瞬間こっちに切る手があるんですね。で当ててでこっちに打って当ててこれダメ詰マリでツげないんですね黒が潰れちゃうんですね。なのでこれが一番厳しい手でもう相手の方がめちゃめちゃ強いですねこれは。でこの当てにもね逃げないで切りからね絞りを決めて。 でこちらの白西を助けてちょっと黒の形をね崩してるんですよね。で隅これ一手必要ですねこれまあ出てまあ手を抜くとまあちょっと手順が難しいまあこのアてが決まって出てこういう手がありますからねちょっと隅が生きてないですよねこうなっちゃうと。一手必要ですね。 いやこれはねもう白のね型の形が全然関係ないっていう本当に読みだけで打ってますね読みの力がもうほんとめちゃめちゃ強いですねただですね中村二段もうまく対応してますね的確に対応してま互角以上に黒が戦ってるかなと思いますね そうですね黒がうまく打ってるかなと思いますねいやこれも厳しいですね霧りも厳しいんですけどこの右下の白が弱いので弱くなってるので黒の方がいけそうですねでここに追いだ手ですねここがちょっと守りに入ってしまいましたね ここに継いでしまったのでこれが厳しかったですね。これがツげないんですよね。あの助けられない。助けるとこっちに打たれて両当たりなので。とってもこういう手がありますからね。まあちょっと潰れちゃうので。ここが割り込みが急所でしたね。なのでここに継いだ手ではこっちに打ってればこれは白が困って ましたねこれ切る手がねここに打つ手があるんですね。で次に切る手があるので例えば竹札と伸びが切ってこれ切り取ればあの黒生きてるんですよ無条件で。コスミにはぶつかって出てきてもこっちに打つ手があって。 で生きてるんですね。こっちにぶつかってもあの下がって生きてますからね。なのでこれ切られても無条件で生きてましたね。なのであの切、ー、りは打たなくてもよかったんですね。こっちに打ってれば困ってましたね。白が。なので黒が攻め続けてれば白があの弱いしたくさんあって困ってたんですけど。 こういうところで一度守りに入ってしまうと一気にもう流れが主導権が入れ替わってしまうんですねこれはもうなんかまたわけのわかんないことになりましたねまあ、形成はもう形成不明かなと思いますねでこういう風に打って一応このここの隅の白い石は黒が取れてますね ちょっと黒ののの方が長いのでこれれは取れてますねなので、まあ、黒が少し失敗したんですけどここ取れてるのでね、まあ、黒も不満ないのかなと思いますね。でここでこちらに打ちましたね。この手はすごいやっぱり相手の方が一番厳しい手でしたね。これ厳しいんですけど、まあ、実はこれ。 石石を助けた手ななののででこの3子って水石なんですよねどうしてかっていうとここの隅の白石取られてるので結構これあのー、もう価値の低い石なんですね。なので左上が大きかったですね。もう左上がコスミツけてればこれ黒が弱いので左上が。 番上最大だったのかなとと思いいますあの価値が低いところに白が打ってるんですねこれ助けたことによってこれ突き抜く形がもう形が黒がいい形なので突き抜くっていう形はこれ白がねただ弱い石作っただけなんですね。でもう両方頑張らないといけなくなってで真ん中逃げ出したんですけどこれ弱い石作ってるだけなんで周り黒石だらけなので。 で負担が重いんんですねこんだけ逃げてしまうとなのでここで後手を引いてしまってこの盤上最大の左上に黒が回ったのでこれは黒がはっきりポイント取ったかなと思いますね。この逃げ出しはちょっとさすがに白やりすぎだったのかなと思いますねあの。やっぱ相手の方も一番厳しい手打ってくるんですけど中村二段がもう的確に対応してますね。 黒好調ですね相手の方相当強いんですけどやっぱ中村二段もうまく打ってますよね。でここですねやっぱここでね一回守りに入ってしまったというかまあこれ悪い手ではないんですけどめちゃめちゃいい手なんですけどうんちょっと攻めを見た手なんですよね手厚い手でしたね。 手厚い手でしたけどここが大きかったんですよね。ここを決めてこれが大きかったんですよね。でこういうことになってしまって白が真ん中と右辺で字をすごい得してここに手を戻したのでこれは白が得しましたね。これは別に黒が悪い手を打ったわけじゃないんですけどこれは本当に本手っていう手でめちゃめちゃ部分的にはいい手なんですね。 いい手だったんですけど、白の手がうまかったですね。ここがうまかった。ここ決めて、これが手順でうまかったんですね。上から利かして、右辺から効かすと。なので、黒としては、この手では、こちらに打つか、白から、上から効かされないために。これ、お互いの急所だったんですね。こちらに打つか、もしくは、隅大きかったんですよね。下がりで、しっかりこれで確定時にしておく。まあ、どっちか、 打つのが大きかったんですねで、黒何を嫌ったかというとまあ当てられるのを嫌ったんですよね当てられてまあここに打たれてこれ部分的に攻め合いは勝ってて取れてるんですけど、まあ、こういうふうに形を決められるのが嫌だったんですよね。ただ攻め合いは勝ってるのでまあ これが聞いてまあこういう形になってて一応攻め合いは勝ってますんでまここ決められてもね一応まあここ決められるのは辛いんですけどそれ以上にこの隅とここら辺が大きかったんですね。なのでまこれは本手だったんですけどねちょっとこの返し技がうまかったですね。 これで一気に難しくなりました。まだ形勢は黒がいいと思います。黒がいいんですけど難しくなってしまいましたね。で、これに割り込みに対して、ここでちょっと凹まされたのがやっぱり辛かったですね。ここに1点戻ってしまうようだと、ここに黒が1てかけたのにすごいちっちゃい字なんですよね。まあ、これ、これは打てるんですけど、ここで手を抜けないんですよね。1て必要なんですよね、結局。 ということで、単に戻ったんですけど、ね、これ手を抜くと。まあ、当てられて。切られて。潰れてしまいますからね。だらここに、やっぱ凹まされたのが辛くて。でも、まだね、形勢はいいと思うんですけど。まあ、結構細か、細かい語にはなってしまったのかなと思いますね。で、こちらに打ちました。こちらに打ったんですけど、ここにつける手がうまかったですね。 なのでこれ今現時点の形勢かなり細かいことになってるので黒これあの形勢がいいあの勝ちましたっていう手なんですけどそこまでの余裕はなかったようですねこれ頑張らないといけなかったようですね。で隅こうなんですけどコあの黒これだけ本手を打ってね厚く打ってるのでこれ黒めちゃめちゃ厚い碁形なのでこうは黒やれたんですね。 たくさんありますからね。なのでこれ頑張りきれば黒が残ってたと思います。このコは。なんですがここについてしまうとせっかく厚く打った意味があんまりなくなってしまうんですね。ここにつけられてしまって。 で、切り取りを打って。で、これを先手で打たれて。で、ここに打たれてしまって、ここってもともとそんなに白地が見込めない場所だったのが、めちゃめちゃ大きな白地ができてしまったんですね。で、ここに大きな白地ができて、白が逆転したのかなと思います。で、この後は、 最後まで打たれまして306手まで打たれまして白の7目半勝ちとなりましたというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました